バタヤンプロジェクトシーズン2ということで、早速今日も参りましょう。今日もちょこっとだけ、運動を変えておりますが、まずストレッチからいきましょうね。30秒ずつしっかり伸ばしますよ。いきますよ。よし、しっかり息を吐いてください。こことここを伸ばしますよ。30秒間しっかり片方ずつ伸ばしております。ここが持てない方は足首で全然結構です。私も何やったら足首の方がなんか伸びているような気もするな。ここで息止めないことね。はい、反対。いや最近さ、スーパー行ったら、行きますよ、喋ってればいいじゃん。最近スーパー行ったら卵が高いというか、卵が安くないのよね。なんかいつもやったらさ、卵が何種類か並んでて1個は絶対安いのがあるのに、安くなくて、いつもやったら安い時あんのよ。そのいつもやったら安いのすらもないみたいな。いつも98円で売ってる、たまに売る卵があんねん。よし、次ここ伸ばします。こうやって、よいしょ。私ね、これの方、これもいいと思ったけど、手伸ばした方がなんかしっかり伸びる気がするわ。ほんなら鳥インフルエンザの影響やらしいね。だからか、多分98円の卵が128円やねん。128円でも安いねんけど、いつも98円やったのに128円やったら高く感じるやんか。だからなんで、128円と思ったら、128円でも頑張ってやってくれてる方ってことやもんな、それやったら。どう考えたって。この時なるべく猫背にならないように、しっかりと、しっかり姿勢をまっすぐする感じでお願いいたしますよ。OK。よし、次は足を開けて股関節を伸ばしていきますよ。よーい、はい。後ろ、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 後ろ。よし。だからあれやね、いろいろやっぱり物価も高くなったり。高いっていうか、いや、これからほんま鶏インフルエンザ、だから鶏がいなくなったら卵食べられへんということやな。というか鶏肉も食べられへん。鶏肉食べる、鶏肉と卵、でも鶏もそうなってくるのか。じゃあそうなってくると、そうやな、これはなかなか大変な話ですよ、本当に。よし、しっかり、絶対に皆さんストレッチの時は絶対にどんなストレッチも息も止めないでくださいね。息を止めたらストレッチが伸びにくくなりますし。よし、あ、ごめん、行ってますよ。股関節はしっかり伸ばしてください。暑いわ。一応うち外がうるさいからね、いつも窓を閉め切ってんねんけど、閉めたら閉めたですごい、なんかもうこれ今年梅雨入り早いらしいな。困ったもんや、困ったもんというか、よいしょ。よし、はい、次はお尻トントンいきます。せーの、これね、
このソファーのマットが白になったでしょ。これね、うちの子供がいつもこのあのあれを引いてたのよ。星のね、なんか紺色のこんなが。よし、次手と足いきます。息は絶対止めないで。はい、あら、なにこれ。なるべく姿勢をまっすぐでしっかり息吐いてください。綺麗になってきてるのに、ここだけなんかガチャガチャしてる感じがするみたいな言い出して、みたいな。ほな石坂先生もあのシンプルな方がいいよっておっしゃってくださってたから、ちょっとこういうのにしてみました。もうすぐあれやからね、お家丸ごと大改造のあれが反対配信されますから、全部で5週にわたってね、多分その言うた先生のあれに沿ってやってるから、それで見ながら全然物が捨てられないっていう人とかはちょっと見てみたらいいかもしれない。やっぱこれね、物を捨てないとね、家の中にいらない物ってこんなにあるのって感じやで、ほんまにほんまそんな感じ。よし、はい、足裏も伸ばしながら肩周りもしっかり動かします。よし、次はこう。しっかり吐いてください。よし、次反対。よし、気持ちかった。気持ちかったけど、これで終わりじゃございませんよ。よし、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 吸って、吐いて。オッケー、プランクからいっちゃいましょう。
し、じゃあプランク1分30秒からは腰グリグリいきます。いきますね、よーい、はい。とりあえずね、そのお家の中を片付ける前に、お家の中を言うたら、いらないものも一生懸命片付けたって意味がない。いらないっていうのは、何年も使ってないとか、いつか使うやろうと思ってずっと使ってないものとかって多分ほんま使えへんのよね。洋服にしろ、なんかいろんなものにしろ。だからほんとそういうのはもう捨てる、売る、あげるにしていかなあかん。はい、腰ぐりぐりっていうのをね、私やっと分かったというか、この必要なものだけしかない家ってこんなにすっきりするんだって感じ。本当にそれは感じております。今だんだん生活していって、もう洗面所なんかいつもぐちゃぐちゃやったけど、片付けても片付けてもぐちゃぐちゃやったけど全然ぐちゃぐちゃなれん。 OK、 ちょんちょん1分。このちょんちょん、一生懸命手を動かすっていうよりも、腹筋を使って、腹筋をこう、腹筋で動かすから、勝手に手がついてくるっていう感じ。手を動かして腹筋がついてくるんじゃなくて、腹筋を動かすから勝手に手がついてきた。そういうイメージで、お願いいたします。ゲップ、失礼いたしました。それでは参りましょう。ラスト10秒、足伸ばして、よーい、スタート。よし。お腹意識して、お腹を使って動かしてるんだ、お腹を使って私を動かしているんだの気持ちを忘れない。よし、あっち、あと10秒後に足伸ばします。腹筋使ってお腹の力でねじってください。はい、足伸ばす。はい、だ OK。 よし、次は運動を変えます。これは今からやるのが、こうやって気持ち遠めに置く。これを40秒いきましょう。最後40秒、いきます。よーい、はい、10秒切りました。OK、 なかなかしんどい。よし、次反対いきます。よーい、スタート。よし、立ち上がるとき、ここに力入れて、立ち上がるとき、こっちの足に力入れて、OK。 次ランジ、バックランジいきましょう。バックランジ15回、いつも10回でしたけど15回2セットいきます。
せーの、1、2、3、4、姿勢まっすぐ、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、もう一個行こう。16、OK。はい、休憩。はい、休憩。休憩。休憩ダンス。休憩ダンスで余計疲れよう。休憩ダンスで余計疲れよう。16回やっとかないから、偶数じゃないとおかしいな、今考えたら。よし。休憩ダンスで、息切れが止まらない。しくったぜ。よっしゃ、行きましょう。もう16回行きます。せーの。膝はつま先より出ないように。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、ラスト。お疲れっしょ。よし、次はバストアップでまた行こう。最後腕をこうやって20回ね、合計30回いきます。はぁ、疲れた。いきます。よーい、はい。ラスト。よし、次はこう手を三角にしていきます。よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。オッケー。あっち、あとサーキット3分のおしまい。頑張るぜ。蒸すわ、蒸すわね、蒸すのよ。よし、サーキット3分いっちゃいましょう。よし、大丈夫な。よし、ピッとなって5秒後に初めの手だけ万歳いきます。よーい、はい、いくでー。2、ゴー。
はい、休憩。次は片方ずつのヒップタッチ。はい。お尻タッチしなくてもいいですよ。タッチするぐらいのとこまで行ってください。ふう。しっかり息止めない。ふう。ふう。はい、休憩。次は両手ヒップタッチです。はい。はい、あと5秒。頑張れ。はい、休憩。次は手と足一緒に上げます。はい。もうちょっと。はい、次は右手上げて左足上げる。いきます。はい、来た。ただ上げるんじゃなくて、しっかり筋肉意識して。よし、ラストはストップです。両手両足上げてストップ、用意。はい、息止めない、頑張ろう、もうちょっとやで。熱い。はい、あと10秒。このままぐっと背中伸ばしましょうか。腰。はあ、はあ、はあ、熱い。めちゃくちゃ熱いやんけ。はい、出ました、やんけ。口悪いやんけです。口悪いやんけです。ああ、気持ちいい。よっしゃ。ストレッチ行こう。よし、ああ、暑いやんけ、暑いやんけ、ああ、気持ちいい、よし、こっちがすっごいね、やっぱりこれ分かる？こっちとこっちをつけようと思ったらこっちこんな上がるから。やっぱ骨盤なんか足の付け根おかしなってんねんな、これ足の組み方、普段調子こいてカッコつけて足組んでんのかしら、私それしか考えられんもんね。だこういうのを直していかなくなったもん。だからテレビ見るときとかもこういうことが大切かもしれへんね、言ったら。よし、はあ、気持ちいい、よし、反対、よいしょ、よし、よいしょ、熱い、むちゃくちゃ熱い、これ蒸すわ、蒸すやんけ、蒸すやんけですよ、これ本当にもう、よっしゃ、よし、熱いやんけ、熱いやんけ。暑いやんけって言ったら口悪いけど、暑いやんけって言ったらなんかどっかの国の言葉みたいから、暑いやんけ、ここ伸びるやんけ、発音変えていこう、暑いやんけって言ったら口悪いから、よいしょ。
よし、背中しっかり伸ばしてください。よし、気持ちいい。よいしょ、オッケー。ああ気持ちいいやんけ。よし、皆さんお疲れ様です。体重測定はですね、5月が終わると思ったけど、ちょうど6月1日が火曜日になるので、その時にしたいと思います。月に1回にしたいと思います。ということで皆さん、また来週はウエスト強化のやつやりますので、まだまだ一緒に頑張りましょう。ではみんな、毎日もしくは2日に1回もしくは3日に1回でも結構です。続けるぞー。せーの、ヘイ。あ、違う。せーの、えい、えい、ヘイ。ヘイさっき言ってるよ。